はいみなさんこんにちはレックス選任講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第10回目の講義ですね開始させていただきますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですね第10回目ということになりますが えーまあ、本日はですねアベノミクス再検討ということで、まあ、私が、ね、今収録している、まあ、時はですね12月の、まあ、今日は28日なんですけども、まあ、先日12月の26日、まあ、アベノミクス5周年ということでですね、まあ、安倍さんが総理大臣になって2012年の12月26日だったわけなんですけどもそれから5年経ったということでね安倍政権の経済政策であるアベノミクスをですねまあ今一度ちょっと見つめてみようかということで でですね、ま本日アベノミクス再検討というねテーマでお話しさせていただくということでありますでは本日の構成でありますがまずですね、アベノミクスとはそもそも何でしょうかというところですねまあ、簡単にお話しさせていただきますま安倍政権の経済政策安倍総理大臣の経済政策ということなんですけどもその本質は何かというところから見ていこうかと思っております でそれからですね、アベノミクスをですね、評価するということで、まあ、お,前にお前ごときに評価されたくないということでしょうけども、まあ、ここはちょっと評価させていただきましてですね、どんなところがうまくいってるのかなとそしてどんなところがうまくいってないのかなとこうしてほしいああしてほしいそんなこともね、まあ、本日ですね、えー、いろいろ考えてまいりましたので、えー、お話できたらなと思っております。 えー、それから最後にですねアベノミクスと今後の日本経済ということで、まあ、私の、ねえーまあ、注文こういうことをやってほしいという、まあ、注文ですね、えーまあ、それを踏まえてね、えーまあ、今後、日本経済どうなるのかなと、まあ、イベントも控えておりますし、ねえーまあ、今、2017のもう本当に最後に私収録してるんですけども、えー、そのお、まあ、2017年が終わり、まあ、2018年、2019年、2020年と、まあ、結構大きなイベントが控えてますんでそので 大きなイベントを、ね、ちょっと3つピックアップさせていただきましてですね、まあ、それも簡単にコメントをさせていただきまして、まあ、今後の日本経済ねどうなのかなというところね、まあ、あお話しさせていただくと。 ではです、ね、一個一個いきますけどもそもそもアベノミクスって何でしょうかということで、まあ、先ほども申し上げましたけど、えー、アベノミクス5周年ということでね、もうだいぶ経つんですねもう2012年の12月26日安倍総理大臣が誕生してですね、もうあれから5年かということで、まあ、結構ね時が経つのが早いなというふうに思ってるんですけども、えー、2012年12月にですね、政権交代をしたんだということで当時民主党ですけども野田義彦 内閣総理大臣がですね、まあ、第95代だったわけなんですけどもこの方から政権交代ということで、まあ、自由民主党の安倍晋三内閣総理大臣が誕生してですね第96代の、ね、総理大臣になったんだということで,でこの方の経済政策であるアベノミクスがですね、まあ、ここから始まったということなんですよね。 でアベノミクスが12月26日2012年にスタートを切ったわけなんですけどもじゃあアベノミクスってそもそも何ですかということで。 え先ほどもちょっとちらっと申し上げたんですけど、安倍政権の経済政策ということなんですけど、まあ、そもそもね、アベノミクスっていうのは、合成語なんですよね、安倍プラスエコノミクス、これを縮めてアベノミクスと、安倍プラスエコノミクスで、それを縮めてアベノミクスということで,で安倍、安倍というのは安倍政権、ないしは安倍総理大臣ということなんですけども、でエコノミクスっていうのは、本来ですね、経済学だとか、経済理論という言葉なんですけども、まあ、ここではね、それを派生させて、経済政策というふうに訳しましてね、 安倍政権の経済政策とこれはアベノミクスというんだということなんですけどねアベノミクスがスタートしたと。 でではその次なんですけどもでアベノミクスの本質にありますのは「あ3本の矢」なんですね。まあ、2012年12月というふうに書いておきましたけども「あの3本の矢」というのはねこの2012年の12月アベノミクスがスタートしたこの時の「3本の矢」っていうのがまず一つとあと「新3本の矢」っていうのがありましてね、えー、それもちょっとご紹介させていただくんですけどまず、えー、初めの方の「3本の矢」なんですけどね。 こ、えー、この3本のの本矢というのはねやっぱりこれなんですよ、ね、まず、ね、目的目標にありますのはデフレからの脱却ということでありましてね、まあ、日本経済ねバブル経済が崩壊して、まあ、バブルっていうのがあったんですよね1980年代の後半からですね、えー、日本経済は景気が非常に、ね、いい時代を経験しましてですねそして、えーまあ、1989年のね、えーまあえー、大納会っていうね、えーまあ、株式市場の最後の日の、ね、終わりにはねは 38, 円ですよ株価がね、えー、その3万8,915円の株価がいまだにね日本経済の株価の最,、えー、最高値ということで君臨しておりますけども、えー、これをまだ日本経済はね、えー、超えずにいるということなんですがそこからも下り坂ですよバブル崩壊ですよ90年代の初頭にですね、えー、バブルがはじけてですね日本経済が非常にねどん底まで叩き落とされてですねそれから、えー、まあ 調子が良くないといととうことですねですから失われた20年っていうふうに言われたりもするんですよねずっと景気が悪いですよとこれ失われた20年と、まあ、最近だと失われた30年なんじゃないかというふうにも言われたりするんですが景気が悪いとでその景気が悪いその、うんまあ、私なんかはね本質というかまあ原因大きな原因はですねやっぱりデフレなのかなというふうに思っているんですね。 でデフレっていうのは非常に、まあ、経済にとっては悪影響を及ぼす、ね、そういったまあ諸悪の根源のようなものなんですけどもそれにはまってしまっているということがあ大きな、ね、日本経済を低迷させている原因かなというふうに思いましてですね思ってるんですが、まあ、安倍総理大臣もそういうふうに考えましてねやっぱりデフレからの脱却だろうということで経済政策、まあ、やっぱり経済優先 あの方が来ましてですねやっぱりねそれは正しい、えーまあ、政策運営なんですよね、まあ、安倍総理大臣のね、うんまあ、やりたいことというのはやっぱり憲法改正なんですよ、えー、憲法改正が安倍総理大臣はきっとやりたいだろうということなんですけどもその憲法改正をねいきなり言っても駄目ですよあんたまずね経済悪いんだから経済あのよくしなさいよというふうな声がね国民の声ですからあ従って安倍総理大臣というのはやっぱりねまず経済を良くしてそしてまあ実績を作ってですね憲法改正とそういった流れに行くんだろうなというふうに 思っているんですけどねですからその実績作りの一つ、まあ、経済最優先でまず行くということでそれが、まあ、アベノミクスであり3本の矢であるとで経済政策としてはデフレからの脱却これを目標にしているわけなんですね。デフレからの脱却そして、まあ、賃金拡大、ね、この2つを実現してですね景気の好循環これを作り出そうかということを目指していると。 じゃあ3本の矢1つずつ見ていきますけどまず1つ目なんですけども大胆な金融政策ということでありましてですね、まあ、要はですね日本銀行がですね日本銀行っていうのはお金をすることができる唯一の銀行なんですよね。まあ、コインはね、コ、まあ、コイインンはは、はのの方方ね。 あのえー、政府も、えー、発行することができますけど紙幣に関しては日本銀行があ、まあ、唯一の発券銀行ということで、えーまあ、日本銀行のみがですねお金をすることができるということなんですけども日本銀行がですね大量にですね世の中にお金を出すというのが大胆な金融緩和政策ということでありましてですね安倍総理大臣が誕生した2012年はですね あの日本銀行がですね放出してるお金のことをマネタリーベースっていうふうに言うんですけどもマネタリーベースがですね安倍総理大臣誕生時はですね140兆だったんですよ140兆円こう世の中にお金があの出されてると日本銀行から放出されてるということだったんですけども、まあ、今はですね500兆まで膨れ上がりましたね、まあ、当初は2年で2倍にするぞということだったんですけどそれからですねどん2年じゃ済みませんからねもう5年経ってますからね毎年毎年増やしてってですね今500兆円もね、まあ、約500兆円ですね500兆までいかないんです ですけども大体500兆円近くまで,です、ねえー、マネタリーベース日本銀行から放出されてるお金が膨れ上がってしまったんだということですごいですよね、えーまあ、5倍まではいけませんけども非常にいい膨れ上がったということでこれが大胆な金融政策ですねでそれによってまあお,金のお金の周りをよくすることによってです、ね、景気を良くしようかとでお金の周りをよくすることによってです、ねえーまあ、デフレマインドを払拭しようというのが、まあ、大胆な金融政策の、うんまあ狙ってるところであると。 まあこれに関してはね非常にね評価が割れるところではあるんですけども私はうううまくいいってるのかなというふうに思うんですよね、まあ、大胆な金融政策の担当者というのはまあ日本銀行の黒田総裁なんですけどもまあうーん非常にね苦しい状況にありながらもですねまあ大胆な金融政策に関してはですねまあ結構うまくいっているのかなと私は思っております。 で次にですね2本目の矢なんですけども機動的な財政政策ということで、まあ、日本経済がですね悪くなったっていうのはですねやっぱり需要が足りてないと総需要が足りてないと有効需要が足りてないと需要が圧倒的に少ないということでありますからじゃあどうすればいいのということで政府が需要を作り出そうということで、まあ、政府の使うお金を増やすというのが機動的な財政政策なんですよね。まあ、やっっぱり日本はですねね老老朽朽化化ししてているる、まあ、公共財、まあ、そういった、ね、ダムとととかか、えー、トンネルだだ道路だとか老朽化してる部分が インフラがね社会インフラがありますんでまあそういったところにお金を使っていこうということでありましてですねバンバン政府がお金を作るというのが機動的な財政政策ですねまあ実際問題その2013年に緊急経済対策ということでですね20兆円まああの追加でお金をね出しておりますし消費税増税が2014年だったわけなんですけどもその消,費税のそのね消費税増税するますと経済に対して悪影響が出てきますからそれを和らげるためにね5兆円のそういった経済対策なんか もしておりますし予算で言いますとね今だいたい100兆に近いんですよね毎年の予算これだいたい100兆に近いと100兆までまだ言っておりませんけど100兆近くまで行ってるわけなんですけどもこれ6年連続上がっております防衛費も6年連続上がっておりますですから政府のお金を増やしてですねまあ、需要を作り出そうとまあ、それもね一つの矢として安倍,安倍総理大臣は掲げているとこれが機動的な財政政策であると それからですね、民間投資を喚起する成長戦略ということでありまして成長戦略というのは何かなというと、まあ、成長するための戦略になるわけなんですけども、要はですね、企業がですね、商売しやすい状況を作り出すというのが、まあ、成長戦略でありまして、まあ、だから規制なんかを改革するなど規制なんかを緩和すると、まあ、構造改革という意味合いこれが成長戦略なんですよねで、まあ。要は企業が商売しやすい状況が整いますとですね、企業は何をするのかなというと設備投資を増やしていくと。 まあ商売しやすい状況が整ってきているなとまあ例えばですね、えー、規制が緩和されると規制ってね企業からしたら非常に面倒くさいものなんですよね。 規制が結構張企業とすれば企業としたらですねその規制を守るために結構コストがかかっちゃうんですよ。ですので、まあ、じゃあ商売をちょっと、うん、縮小しようかなっていうふうに規制が厳しいとですねなったりしますし規制がし厳しいとですね、えー、新たに参入する企業も、えー、減ってしまうということでありますから、まあ、したがって規制がない方がいい規制が緩い方がいいということで、まあ、それがね成長戦略の目指すところなんですね。規制を緩くすることによって、まあ、企業の 参入を増やしたりだとか企業のですね、まあ、その商売する意欲を上げてですね規制が緩くなったからねコストをあの規制を守るためのコストがね、えー、削減されたとだったら、まあ、もう少し設備投資してですね商売を広げていこうかというふうに、ねえーまあ、企業もの多くは、ね、思うでしょうからそれで設備投資民間投資をですね喚起しようということなんですね。 ですからまあ成長戦略によってですね企業の生産性が上がってくると商売やる気が出てきますからねさらに設備投資を促してですね設備投資自身もですね、えー、それは生産性上がるわけですよ、ね、古いパソコンを使ってるよりも最新のパソコンを使った方が生産性上がるじゃないですか、ね、古いパソコンを使ってたら私も家にね何台かパソコンありますけど、まあ、何台もちょっと稼働させてこうやってたりするんですけど古いやつだとよく不立しちゃうじゃないですか、ね、で保存し忘れて,た,てたらもう最悪ですよね。あさっっっきまでやたたところが消えているみたいになっちゃいます 私なんでもしょっちゅう保存して <laughs> あのやってますけれどもそうじゃないとね自分が書いた原稿が。 あの水泡になっちゃいますから、まあ、要は何が言いたいのかというと古いもの古いねパソコンとかそういうのを使ったら生産性がやっぱ低いわけですよ、えー、フリーズしたりだとかそのなんか速度も遅かったりするわけですよねでも新しいパソコンを使えばですね速度も速いしということで生産性が上がってくるとそれももの企業もやっぱり同じで、えー、どん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 設備投資をですねして新しい機械とか工場を新しくすればです、ね、生産性がやっぱ上がるんですよ今までだったら1時間でですね例えば1万個できてたところがですね新しい機械だったら1時間 でですね10万個できちゃうとまあ、そういう風にね例えばなるわけでま従、あ、ってですね生産性が上がってくると、まあ、これがね成長戦略の狙いなんですよねまあ、日本経済はね後ほどちょっとお話しさせていただきますけどその、うん、生産性が非常にね低いんですよね今はねバブルの時は非常に高かった高度成長期の時は非常に高かったその日本の生産性っていうのが非常にね今は低い水準にありますんでここをね成長戦略によって高めていくということが必要なのかなと私は思ってるんですけどね。で えー、アベノミクスの本質はこちらの3本の矢ということで先ほどもちらっと申し上げたかもしれませんけど新3本の矢っていうのもあるんですよ2015年に発表された新3本の矢っていうのはありますけども本質部分はこの3本の矢ですよね。 本質部分はこの金融政策をしっかりしようと、そして財政政策もしっかりしようと。そこでしっかりと需要を作り出しておいて、成長戦略によって企業の競争力、生産性を高めていこうと。えー、このね、三本の矢っていうのが、いまだにアベノミクスのね、本質になっております。新三本の矢っていうのもね、発表されましたけど、やっぱ、あの、こちらの三本の矢が本質なのかなというふうに思いますね。 でまあ、一応、新三本の矢も書いておきましたけど、2015年に発表されました9月、です、えー、経済成長を社会保障の充実にあて、さらなる成長へということで、まあ、今、少子高齢化社会ですよね、ものすごくです、ねまあ、子どもが少なくなってきて、高齢者が多くなってきてと、で高齢化社会になりますと、何が起こるのかなというと、医療費とか介護費がかかりますので、社会保障費がです、ね、ものすごくかかっちゃうということで、経済成長をしたその果実をです、ね、社会保障にうまく振り分けていって、そしてさらなる社会あの経済成長を目指しましょうと。 これが新本の矢の矢目指すすところなんですよね、まあ、本当に社会保障費が、ね、今膨大になっておりまして30兆超えてますからね、えー、まあ政府の支出歳出の中ではまあ一番の支、ね、出項目でありますあるあるになってしまったこれが社会保障費ということでやっぱり社会保障の問題っていうのはその経済学のです、ね、大きなテーマの一つになっているわけなんですけども新三3本の矢ではです、ね、そこのところもしっかりと考えようということなんですね。 でえまず一つ目なんですけども希望を生み出す、えー、強い経済ということでありましてですね、まあ、やっぱりこのアベノミクス先ほどの三本の矢というのがありましたけどもあの三本の矢によってですね強い経済を実現しようとで実際問題はこの新三本の矢の,んあの今のこのお強い経済というところで言ってるところの言,ってるのの言ってるんですけどもあの名目 GDP、えー、これを、ね、600兆目指そうと今600兆ありません、えー、それを600兆に乗せようというのがこの,あの具体的な、ね、目標になりますね丸一番のね。 we それから丸二番の夢を紡ぐ子育て支援ということで、まあ、先ほど申し上げましたけどもやっぱりこの少子高齢化ということで、まあ、子どもが少ないということですから、まあ、子育て支援ということで、まあ、そこにね子育て支援を充実させていけば今その出生率が下がっておりますけどもそこが上がっていくのかなと、まあ、そういうことをね考えてこういう、ね、一つの矢がねまた打ち放たれたと。 それから安心につながる社会保障ということでこれはもっぱらですね、まあ、高齢化社会対策ということなんですよね、えー、社会保障これを充実させましょうということでありまして、まあ、名目 GDP を600兆に載せそして少子高齢化対策ここを23で、まあ、しっかりとやっていきましょうということなんでしょうけども、まあ、私はですね、やっぱりアベノミクスの柱というのはやっぱりあのこちらの3本の矢じゃなくてやっぱり金融財政そして成長戦略こあっちの方なのかなというふうに思ってるんですけどもまあ新3本の矢というこで、うん まあえー、お話もありますということでご紹介させていただきました。で あの3本の矢のまずね1本目の金融政策からお話しさせていただきますけどあの金大胆な金融政策ということで、まあ、これ金融緩和政策これもうどっかんどっかん日本銀行から出されるお金を増やすとマネタリベースというふうに言いますけどねじゃあどういうふうに増やしていくのかというと、まあ、基本的にあの公開市場操作オープンマーケットオペレーションというのがありましてですね、まあ、日本銀行が金を出すじゃあどういうふうに出すんですかっていうことなんですけども、えー、市中銀行というふうに言いまして例えばみずほ銀行だとか三井住友銀行だとかあるいは三菱東京 UFJ 銀行のようなまメガバンクを中心としたそういった銀行からですね国債を買うんですよ国債を買うと日本銀行がね買うということは日本銀行からお金がそういった銀行に押し払いされるということでそれでマネタリーベースを増やしてるんですよね ですからまあこれカイオペというふうに言いますけど、日本銀行が支店銀行というふうに言いまして、街の中にいる銀行からですね大量に国債を買って買うということはお金を払うということで、そのお金を払うということで世の中のお金の量を増やしていくこれが大胆な金融政策なんですよね。で、まあ先ほど申し上げましたけど、140兆だったわけなんですよ以前はね安倍総理大臣が就任した安倍さんが就任した頃っていうのは140兆円ぐらいのマネタリーベースだったんですけど、今は500兆に近いということでありまして、 ものすすごく増やしたんだとということででよねでちょっと見ていきますが為替、えー、レートなんですけども2012年はですね12月2012年の安倍総理大臣が誕生した12月ですけども83.64円だったんですね1ドルですけどもそれがですね11月ちょっと引っ張ってきたんですが112円92銭というお話ですね。 まあちなみに、うん、さっきちょっと見ましたらさっきの為替とは213円ですかね、えー、だったんで大体、まあ、いい11月と、まあ、1円ぐらいしか違わないということなんですけれども大体、まあ、いい今1 1 2 3円ですよ。 それが安倍総理大臣が就任したときというのは83円だったと1ドルがです、ね、もうこれ円安が非常に加速したということですね。まあ一時は120数円まで行きましたよね相当円安が進みましたけど今ちょっと1123円,円というところに戻ってきておりますけども、まあ、それでもです、ねえー、円安ですよ。 あの民衆党政権の時なんかね一時ね、えっと、75円まで円高になりましたからねそれじゃあ、ね、日本の企業なかなか商売厳しいですよ。あの日本の企業はですね海外売上高比率が高い企業が多いのでやっぱりこの円高になりますとですねなかなか儲からないということになってしまいますのでやっぱりこの円高を修正するこれ円高修正というふうに言いますけど円高修正が、まあ、日本経済の回復成長の鍵だったんですよね。でそれがまあ一つの狙いで 大胆な金融政策というのをやるんですよね。あの国際的にはね。 為替レートが目的でですね、あの金融政策をやってるって口が裂けても言えないですよ。そんなこと言ったらですね、為替介入だというふうに言われちゃいますから、そんなことはもう口が裂けても言えません。えー、日本銀行は何を言い続けてるのかって言ったら、2%のインフレ目標、それを実現するために金融緩和をやってると、それはもうあの口が裂けてもその一点張りで、えー、言わなければダメなんですよね。為替介入というふうに言われてしまいますから、まあだからドイツのメルケルさんなんかもですね、為替介入だろう、それはっていうふうに言ってきたりするわけなんですけど、まあ突っ立っるわけですよ。インフレ今日本は デフレなんだからそのデフレマインドを払拭するそのためには大胆な金融政策が必要なんだというふうに言い続けるということなんですけどもやっぱりね裏の狙いい金融政策ね表の狙いはやっぱりデフレからの逆2%のインフレ率なんですねそれが表の狙いなんですけど裏はねやっぱりねこの為替レートだったんですよ、えー、もう行き過ぎた円高っていうのがあったんですよねでその行き過ぎた円高を戻すとね 円高を修正すると、これがですねあの日本銀行の裏の目的の一つだったのかなということでありまして、まあ、それは成功したということですね、一気にこう円安にいったということですね。あの金融政策をやるとですねやっぱりマーケットの,あの為替市場と株式市場にまず行きますね、金融政策というのはね。 金融政策というのはもう本当にですねやっぱ金融市場への影響っていうのはもう本当に早くてですねもうだから安倍総理大臣がなる前からまあその人々の予想でですねマーケットのに参加する方々の予想でもう円安が進んでたんですすでに、ね、安倍総理大臣がきっと勝つだろうと野田さん負けるだろうということでそういった予想に基づいてですね安倍さんがなったらものすごく金融緩和するんだろうなっていうふうにまあ当時の人々 とは思ってましたから、まあ、したがってですねその予測、予想ですね、まあ、経済学的には期待というふうに言ったりするんですけどエクスペクテーションというふうに言うんですがその期待でですね、まあ、あの一気に円安が加速したんだということだったんですよね。で、まあ、その円安だからまあマーケットの反応って非常に早くてね為替市場それから株式市場これはもう一気にね浸透しますね非常に早いです。 112、えーまあ、円まで、まあ、現在は言っておりますけども、えー、私はこれはね、まあ、評価させていただきますと A 評価かなというふうに思ってますけどね。 やっぱり、うんまあ、白川日本銀行総裁、えー、民主党政権の時はですね先ほど申し上げましたけど75円ですよ1ドルがもうそんな状況だったら日本経済も非常に厳しいですよね、まあ。シャープがあんなことになっちゃいましてあんなことって何かっていうと本廃、まあ、が今親会社になってますよね。でまあ一部上場だったのが二分に格下げ、まあ、また一部に復活しましたけども、えー、そこまで叩き落とされたシャープとういう企業ですよね。やっぱりシャープのの経営というのにも やっっぱり問題があったのは確かでしょう、まあ、アコースっていうね一つのブランドがあって、えー、それを中心にやるっていうことだったんですけど、まあ、なかなかうまくいかないということでやっぱり経営にもやっぱり問題は もちろんあったんでしょうけども一方でねやっぱり為替レートっていうのも非常につらかった1ドル75円でやれって言ってもなかなか厳しいですやっぱりね、えー、そういう為替レートっていうところもやっぱりね一つ見落としてはいけないところかなとだから経営責任っていうのもねもちろんねあるんでしょうけどもやっぱり為替っていうのもね、えー、その状況でやれっていうのも厳しいですよとうまいうふうな、ね、ことなのかもしれませんね。 ですからまあ今,と今の状況は非常に、ね、企業が戦える状況になったとということですね。今までは、ね、そのヘビー級の階級なのに、ね、自分の体重が例えば70キロぐらいみたいな、ね、そういった状況で、ね、や,やらざるを得なかったんですよ1ドル75円の時なんかはねだけど、えー、自分の体重が、ね、今もうヘビー級の体重になってヘビー級で戦っているという、ね、そういうイメージでしょうかね。 ですからまあこの為替レートを修正したというのは非常にね私はねえまあ評価していいことだと思うんですけれどもまあどうなのかなというふうに思いますねマスコミなんかの反応はまあここのところってまあ取り上げている方いらっしゃるかもしれませんけれどもやっぱり、ここ円高修正というねところをもう少しね評価されてもいいところなのかなというふうに思っているんですけどねここからやっぱりねあの変わってきています日本の,ねえその状況が変わってきておりますのでね。では 次に行きますけど今度、企業の経常利益の評価ということでありましてこれもすすごいです2012年は49兆円だったんですけども2016年は75兆円ということで、まあ、今年ももっと上がるんじゃないかなと2017年度もちろんまだ出ておりません今、2017年の末に話しておりますから2017年度っていうのは2018年の3月期の決算ということですからまだ出ておりませんけどおそらくこれを超えるかなというふうふに思っておりますけどねですから非常にいいと。なななぜいいのかかとやっっぱり円安になってるからなんですよ なぜいいのかというと円高が修正されたというのが非常に大きいんですよね。えー、というのは、まあ、先ほど申し上げてますけど日本というのは海外売上高高比率ががいい企業が非常に多いんですよ例えば私がね以前勤めてた会社いすゞ自動車っていうふうな会社なんですけどトラック作ってる会社でねいすゞはね大体60%は海,あの海外で売っております売上高比率は60%トヨタ自動車だったら75%日産自動車だったら85%ですよ海外の売上高比率はね。でそれは自動車 一方でね、例えば TDK 村田製作所あるいはそうですねマブチモーターだとかヤマハ発動機とかあの辺は海外売上高比率は90%超えてますよですから日本という企業日本という国の企業はですね海外で頑張ってる企業は多いわけですからね円高だとなかなか戦えない円高だとなかなか利益が増えないっていう、まあ、そういった状況なんですよねですからトヨタ自動車なんかはね1円円安になっただけで450億円利益が増えるっていうねそういった企業なんですよですからこの経常利益がですね75円 50兆円,に増えてると50兆円約50兆円から75兆円25兆円もですねこれ増えてるというのはやっぱりこの円高修正のですねその影響そういったね影響が大きいのかなというふうに思いますけどねですから私はこれも評価でいうと A かなというふうに思っております。 でそれから設備投資なんですけどもやっぱりね先ほどの経常利益がですね25兆円も増えてますんで経常利益が増えてきてるということでまあ従って企業としては結構お金を手に入れたぞということですからじゃあ、えー、将来の、えー、ために。 生産性を高めておこうかと利益も出てるしということで設備投資がですねやっぱり増えてくるということで、まあ、71.9兆円の2012年の設備投資がですね2016年にはあまあ10兆円以上増えてるということで83.6兆円の設備投資これが増えてるわけですね。 で、やっぱりこの設備投資っていうのは、需要総需要の一項目ですから、設備投資が増えるとですね、国内のものが売れるってことに他ならないわけで、まあ、したがって、まあ、その成長を後押しするっていうことにつながってくるわけなんですよね。で、さ,さらにですね、まあ、国内のものが売れるということと、将来のこのね、設備投資っていうのは、将来のその生産性を高めるということですから、ここをしっかりとやっておくっていうことがですね、非常に大切であって。 やっぱりバブル崩壊して以降ですねなかなか設備投資がなされないとそういった状況だったんですよねそれは当たり前ですよね景気が悪いんだからえ生産性高めてもどうせ物が売れないでしょうということですから設備投資っていうのはそんなに伸びてこないわけなんですよですから、まあうん、バブル崩壊して以降設備投資なかなかそんなに多くなかったとそういったことも原因でですね日本の生産性がそんなに高くないのかなっていうのもあるんでしょうけどね。 現在に関しては設備投資がこれだけ増えてきているということですから、まあ、非常にです、ね、そういった意味でいうと、ねあのまあ、いい状況ができていると。で、それからですねだからこれも A 評価です訪日外国人旅行者の評価ということであの、まあ、現在ですね あの少子高齢化ということでありますから国内の需要っていうのはね非常に、まあ、うんあんまり盛り上がっていかないんですよねやっぱりこの子供っていうか若い人が多ければですね若い人っていうのはね持ってるお金の割にはですねお金使うんですよね結構じゃんじゃんお金を使うとあんまり貯金しませんよと若い人っていうのはね逆にそれに対してね、まあ、高齢者の方っていうのはねやっぱりお金を貯めとこうかなと無駄遣いをあんまりするのをやめようかなっていう方が多いですよね。 えー、85歳とかね、えー、それぐらいで亡くなっている方多かったかもしれませんけど今,今でも平均年齢はそうかもしれませんが、あのー、今だったら、まあ、例えば105歳とか110歳とか生きちゃうことって別にそんなに驚くべきことじゃないじゃないですかですから、まあ、要は何が言いたいのかってと,と FP なんかでよく言われてますけど長生きリスクっていうのが出てきますとね、あのーえー、昔だったらね85歳まで生きるんだとしたらこれぐらいお金が今の時点であれば大丈夫かなっていうふうにまあ、あのー の計算できたわけなんですけど今長生きリスクがありますからね85歳ぐらいかなって思ってたけどでもひょっとしたら110歳まで生きるかもしれないなとだったら今のお金だったら足りないなとじゃあ無駄なうあの無駄遣いするのやめようかなっていう風になっちゃうわけですよだからやっぱり高齢者しかも今の医療医療のね発達度合いを見ますとですね結構高齢者がですねお金を使わない状況が整っちゃってますんで国内のものがなかなか売れる状況ではないんですよねじゃあどうすればいいのかなということで一つの助け舟がここで来たわ 来たわけでですねそれがまあ外国人の旅行者なわけですよねえ外国人の旅行者っていうのは日本に遊びに来ると日本に遊びに来てんですから彼らは財布の紐がね硬くないんですよ結構じゃんじゃんお金を使ってくれるわけなんですよねですからまあ私なんかもね銀座例えばほっつけ歩いてるとですねまあ,あのまあ、よく言う話なんですけどもえ銀座の松木夫とかね見ておりますと面白いですよね外国人のね旅行者がいっぱいいてね えーえー、それで、えー、ある時ね見てたらねうなごは30個一人のね外国人の中国人の方が買っておりましたよ私のこれまでの人生でねもちろんうなごはもちろん買いますけども30個今までね今までの人生でも30個買ってないですよそれをね一人の中国人の旅行者が30個ボーンとね爆買いしてましたからこれが爆買いかということでであの辺歩いてるとすごいですよねまあ、ビッグカメラとかいろいろラオックスかなどっか電気屋さんもありますけども。 なんかこんな、ね、大量にこう電気を買って銀、ね、座の街を歩いてるっていうそういった光景を見かけたりしますけどこれが爆買い化ということで、まあ、要は何が言いたいのかっていうと日本のものが。 外国の方にいっぱい買ってもらってるということでまあ,あ要は、うん、物が売れてるということで非常にありがたい状況ですよねですから外国人の旅行者が増えてくるとですね非常に国内のですね物が売れるとだからデパートなんかはね本当にねもうあの非常にありがたい状況ですよね。えー、ももうう今デパートっっってていののは、まあ、社用産業って言ったらあれなんですけども結構その まあ昔に比べたらですねなかなか厳しい状況に陥っているわけなんですよねもちろん新宿の伊勢丹とかですねもう世界最大のねそういったあその、えー、売り上げとか利益を誇るのかもしれませんけどもまあその集客力っていうねあの伊勢丹のマーケティング力というのはすごいなというふうに思いますけどもまあ平均的に見るとですねやっぱりデパートっていうのは今非常に厳しくなってきておりますよねまあ例えばスーパーのですね王者セブンアンドアイホールディングスがですねセブン百貨店を買収というねそういったね、えー ことも起きてるような状況でありますからもう今までだったら小売りの王者はデパートだったわけなんですけどデパートがあーその、ね、スーパーコンビニに飲み込まれるという、ね、そういった時代に、ね、もうチェンジしてますからやっぱりねデパートなんかも厳しいんだなというふうに思いますけどもやっぱりこの訪日外国人旅行者が増えますとです、ね、デパートで結構買い物してくれますから、まあ、そういった意味ではデパートの売り上げなんかも利益なんかも上がってです、ねまあ、非常にいい、まあ、好ましいということなんですけどねちょっと話をちょっと戻します。 けどもえーまあ、この評価で言いますとね、まあ、2012年、まだ円高だったんですよ、で安倍総理大臣があ、まあ、アベノミクスということで、えー、黒田総裁の日本銀行のです、ね、大胆な金融政策によって円安が実現しましてです、ね、円高修正が実現しまして、2016年度は2404万人ですよ、これ、過去最高です、これ、過去最高になります。ね まあ、ちなみに今ね12月ということなんですけどもまだね、あのー、もちろん出ておりませんけど、えー、と11月の、ね、時点でねもうすでにね2617万人なんですよ、えー、11月の時点でね。 ですからもうすでにこの2400万人を超えているということで2017年度はもう過去最高の数字を叩き出しますですからもう毎年増えているということでねもう非常にすごいですよね2012年はまだ1000万人いってないわけですから1000万人超えればいいなっていうふうなことをついこの間まで言ってたんですよそれがもう1000万人を超えて2000万人も超えて3000万人にいっちゃうかっていうねところまで来てるんですよね。まあ、世界には日本よよ。りもも上上の上がもちろんいますよ 例えばフラ,ンスからフランスだったら8500万人ぐらい毎年旅行者が行っておりますしアメリカだったら7700万人その旅行者が行ってるわけですからそこまではまだまだ全然行きませんけどもこのね今のペースだったら3000万人はそらく超えるかなということで35004000万とかっていうふうに言ったら日本もですね外国人旅行者が来てくれることによって結構売ろうかなということでまあやっぱり4000万人ぐらいね目指したいかなというふうに思いますけどね。 まあ、そこまでの魅力をです、ね、どう作り出すのかというところもこれからの課題であって、えー、そういったところも成長戦略というところで,です、ね、外国人旅行者を引き寄せるような成長戦略、えー、これをもっともっと、ね、やっていく必要があるのかもしれませんね。まあえー、いずれにせよです、ね、この2404万人というです、ね、この数字なんですけどこの数字は、ね、やっぱり大きいのは、ね、やっぱり円安だったのかなというふうに思いますね。では次ですね えー、これもだから A 評価とお前 A ばっかつけてるんじゃねえのかということでお前の成績甘いなっていうふうに言われるかもしれませんけどねちょっとまあでもやっぱり A かなっていうふうに思いますけどねでは次ですねあれごめんなさいねちょっとえっ、ー、とあこっちかえっ、ー、と 2012年度の GDP なんですけどね494兆円ということで500兆円を下回っておりましたが2016年度は539兆円ということで上げているということで、まあ、今安倍政権はですね600兆を目指しているということですから、まあ、539兆ということですからまだまだ600兆にはいきませんけども、まあ、着実に上げてきたとでなぜ上がっているのかというとやっぱり一、まあ、つには円高修正ということで経常利益を高め設備投資を増やしっていうことで需要高 深めているということで、G. D. P. も増えてきたということなんでしょうね。一方で、まあ、先ほど申し上げた外国人の旅行者の方々なんかの貢献もあるかもしれないということで。まあ、国内の景気、これは着実に良くなってきているということなんですよね。で、これも A. 評価かなと。 で一方でですね GDP が増えますと税収ですすねこれ増えます GDP が増えますと税収が増えてきましてですね2012年度は43.9兆円の税収それがですね2018年度は59.1兆円ということで約60兆円のですね税収があるんだということですね。まあ、あの日本のですね国家予算はだいたい100兆円ということで先ほどもちらっと申し上げましたけど、ね、100兆は言ってませんけど約100兆円なんですよね。ですからまあ,あ 野田政権の時なんかは43.9兆円しか税収がないということですからまあ、約6割はですね借金で賄っているということですよねざっくりといってもちろんね税金以外の収入というのもありますよ、税外収入、例えば配当金だとか政府もねもちろん株主ですからいろんなところの株を持ってますんでしたがってその株式の収入だとかいろんな政府にも,もちろん収入がありますけども、まあ、ちょっとざっくりといったら、まあ、6割ぐらいが借金でその予算を賄っていると支出、歳出を賄っているということですよね。でそれがですね、まあ今 だったら、60兆円はですね、えー、あの税収があるんだということですから、まあざっくりと言って40%のね借金で済んでいるということですね、えー。その予算のうちの40%を借金で賄っているということで、まあここまでついに来たかなということでですよね。 まああの税収というのはね、まあうん、三大税収っていうのがありましてね一番はやっぱりあの所得税なんですよ所得税でが,、えー、がっぽり得てとでそれから消費税それから法人税ですねこの3つがもうあの収入の大半になるわけなんですけども、えーまあ他にもいろいろね相続税なんだっていうふうにありますが、まあ、そういった税収これが91.1、えー、兆円ということで、えー、ここまで結構きてるかなということなんですよね。だから あの税率を消費税率を高めるというのも一つの手段になるわけなんですけどもやっぱり GDP を高めていくと、ね、だから税税率を上げるる収が増えるっていうわけじゃないんですよだからそこのところを、ね、誤解してほしくないんですよね。税率を上げなくても税率を上げなくても税収を高めることができちゃったりするとそれは経済成長なんですよね。ですすから経済成長をする それを実現する経済最優先の政策っていうのはですねそこのところを忘れちゃいかんのかなとですからまあ消費税率を高めると今8%それを10%にするそうするとですね、まあ、税収上がるのかなっていうと上がるかもしれないし景気が悪くなったら逆に下がるかもしれないとだから税率を上げるイコール税収が高まるというわけじゃなくて税率を高めて税収が減る場合もあるんですよね景気が悪くなる可能性もありますんで、まあ、したがってそこのところは慎重にね考えて政策を 実行していく必要があるということなんですけれども、まあ GDP を高めるとですね、これからだけ税収が増えると、そこのところは忘れちゃいかんのかなというふうに思いますね。では、えー、っと今度はこれもだから A というふうに私させていただきました。 でそれれから倒産件数でですすねこれもねこも減ってきててきおりましてです、ね、やっぱり国内の景気が今いいのかなということで2012年は1万1,719件ということで1万1,000を突破してた1万2,000に近かったこれが倒産件数1万約1万2,000ですからね1月に1,000のです、ね、会社が倒産していると、まあ、そういうふうになるわけなんですよね。で一方で 今は、今というか2016年度は8381件ということで1万切ってるということですね、これも非常に大きいですよね。ま、だで,すですから、景気はですね、まあ、いいのかなというふうに思いますね。では次ですね、これもだから A と。 でまあ、日経平均株価の評価ということであの大胆な金融政策というのは、ね、先ほど申し上げましたけど為替レートにまず影響が出てきてで、まあ、円高修正が一気に進んだということだったわけなんですけど一方の金融市場である株式,市場です、ね、株式市場にも影響が非常に出てくるということなんですけども。 えー、ちょっと評価してみますが、あその安倍総理大臣が誕生した十二月二千十二年十二月は一万ちょっとということだったわけなんですけど、まあ二千十七年十二月ついこの間のね、私いつだったかな、二三日前の株価だったと思いますけど、二万二千九百三十九円ということで、今、まあ、約二万三千円ですよね。ここまで上げてきてるということで、まあ約一万三千ね、約一万三千個高めてきてるということですから、これはね結構評価に値するのかなというふうに思いますね。まあもちろんね、今世界の。 株株式市場株価高いんですよ例えばアメリカだったら2万5,000ドルですよダウ平均株価がねこれもう過去最高です、えー、ですからまあその、ね、日本が頑張ってっていうよりもまあ世界もたああの今景気いいんでね。 あのそういったのもある,のあるんでしょうけどもまあ,あやっぱり結果というところに、まあ、一方で着目すると、まあ、こういう結果が出てるというのも一つの事実であって、まあ、それはまあ、うん、安倍総理大臣が1人でここまでしたっていうわけじゃもちろんありませんけど、まあ、一つの結果としてねこういう数字も出てるということでそれは評価に値するのかなというふうに思いますけどね、まあ、ただね。 ただ、まあ、先ほどのアメリカとの比較でいうとねアメリカはもう過去最高の2万5000ドルですよそこまで上が,上がってきてるということなんですけど日本はね、まあ、先ほど申し上げたかもしれませんけど1989年の大納会ね12月の末,あの末の株式市場の終値なんですけど3万8915円なんですよ。それがもう だ平成元年ですよその時にですねつけたですね、えー、その株価の、ね、高値がですねいまだに過去最高ということですからこれはどうなのと、えー、まさに失われた20年ですねと2万3000円なんていう数字はですねまだまだですね3万8915円より非常に低いじゃないですかまだまだだから日本経済っていうのはこんなものかというふうに一方で私は思ってしまいますけどもただ1万円だった その株価がここまで上がってきたっていうのは、まあ、私にとってはまあ株式投資もしますからね、まあ、金融資産に投資ももちろんしてますよだって金利銀行の金利低いじゃないですかで昔だったらねそれこそ私のまあ祖母の時代だったら ねええー、バブルの時ですよバブルの時だったらですねもう10%近くですね金利があったんですよ。えー、ビッグとかね、えー、ヒットとかそういうね、えー、その、えー、商品にね例えばあ預けておけば、ね、10%ぐらいの金利があったとだから1億ある人はですね毎月毎,毎年、ね、1000万ぐらいの収入が、ね、1000万近くの収入があったわけじゃないですかですから何も考えずにですねそれだけの収入が入りますんでわざわざ株式投資なんかは,普通の人はリスクしょってやる必要はないんですよ。ですけども今の時代だったら金銀行にお金 仮に1億円、ね、あったとしても預けててももうすずめの涙ほどしかああの金利がつきませんよ、えー、しかも金利にはきっちりとですね20%の税金はあの取られるわけですからどれだけ残るのっていう話ですけどもですからまあやっぱりね今の時代は金融資産に投資をするっていうのは、まあ、とっても大切なのかなというふうに思いますんで、まあ、私なんかもやっぱり投資家の一、まあ、人というかね、まあ、投資もしますんで、まあ、やっぱり株価が上がるというのは、まあ、非常に好ましい状況だなというふうに思いますねでやっぱり、ね、株価が上が上るっていうのはね。 消費も増えていくんですよ株を持ってる人、ね、株を持ってる人っていうのは株価が上がったら何を、えー、どういう気持ちになりますかっていうといい気持ちになるんですよやっぱり株価が上がってきますとですねああじゃあ自分の持ってる資産が増えたなと増えたからじゃあどうしようかなちょっとあの、えー、時計欲しかったんだよなじゃあ買っちゃおうかな時計っていうふうになるわけですよ。 フランクミューラー買っちゃおうかなとね。あるいはあのいやちょっとベンツ欲しかったんだよな。株価も上がってるし買っちゃおうかという風な話になるわけですよ。ですからこれね逆に株価が下がってたらね。 逆に2万3000円の株価が、ね、8000円に下がっちゃったらです、ね、あ株価も下がってるしベン,ツベンツなんて買ってる場合じゃないなっていうふうになるじゃないですかですから株価が上がるということはこれ資産効果っていうふうに言うんですけど消費を、ね、高めていくそういった効果があるんですよね財布の紐が緩んでいくそういった効果があるんですね資産効果というのがこれありますんで非常に株価が上がるというのは好ましいことですそして企業に対してもです、ね、これ株価が上がるというのは好ましいわけで、まあ、例えば今 M&A っていうね合併と買収っていうのはもう 非常にに世界で盛んに行われてますよこの間も、えー、三菱東京 UFJ 銀行でしたっけインドネシアの,あのそういった企業買収ということで、えー、78,000億円ですがお金を使って買収っていうのがありましたけどもやっぱりその買収するのは実際のお金っていうのもある,んでしょうあるかもしれませんけど株式でね、えー、その買収するっていうねそういった手法もありますから、えー、株価が高い方がいいに越したことはないんですよね。あるいはその、まあ、自分のの企業の株価が高ければ買収 買収収さされれるるるリリススククも減るとといいうことででで安,安かったらすすね買収されるリスクが高いわけですよ、ね、非常に自分の、えー、企業自分の会社のですね株価が低いということは安く買われちゃうということですから買収,の買収される可能性が非常に高いということですからやっぱ株価が高い方がいいとあるいは株価が高ければですねちょこっと株を、ね、追加で発行しただけでもいっぱいお金が調達できるということですから、まあ、やっぱりこの株価を高めるということは非常に重要な経済にとっても重要なことでですねそれがここまで上がってきている倍以上上がってきているということは非常にこれ これは評価に値することかなというふうに思いまして、もちろん A 評価というふうに私はさせていただいております。では次ですね。えー、っと有効求人倍率ということで今度労働市場のお話に行きますが、2012年は0.83倍有効求人倍率ですね。0.83倍ってこれ何かなっていうと、例えば 100, 100人ですね仕事をしたいというまあ状況がありましてですね、83しか椅子がないんですよ。 100人仕事がしたいですと例えば、ね、例えば100人仕事がしたいで0.83倍っていうのはね83しか椅子がないとですから残りの17人はあぶれちゃうっていうことですね要は残りの17人は失業者になっちゃうというのが有効求人倍率0.83倍なんですよね。でそれがどうなりましたかっていうと、えー、ついこの間の数字なんですけど1.56倍ですよ。 1.56倍というのは100人集まったらですね156席があるっていうねそういった状況なんですねこれはね44年ぶりの高さですよ有効求人倍率ここまで高めてるっていうのはやっぱり安倍政権のですねあのなんか安倍さんの代弁者みたいになってるますけども全然そんなことはなくて、まあ、数字でちょっと私語ってるだけでねありますけども、えー、ここはでもやっぱりね評価に値するところかなというふうに思いますね まあ,ある経営者とちょっとこの間ねあの話してたら7人雇いたいと思ってももう1人ぐらいしか雇えませんよとそれだけねもう雇うのが大変になってるってことを言っててそんな大変なんだなというふうに思いましたけどね私も大学とかそういった専門学校とかでもちょっとね教えておりますんで大学生とかそういった留学生の方々とあの話す機会も多いんですけどもなんかね 夜中の吉野家とか松屋、まあ、と,とかねあの聞いておりますとなんか時給が高くてびっくりしちゃいますけどね自分も働いちゃおうかなみたいなね思っちゃったこともありますけどもまあそれぐらいやっぱり人が足りてないから時給なんかも上がってきてるとそういった状況なんでしょうね。 これもだから、え、評価と、で、一方の労働市場の、数字で、完全失業率っていうのがあるんですね。で、完全失業率っていうのは、要は、まあ、どれだけ、失業者の割合、あの、働、働く、人教がありましてね。そのうち、どれだけ失業者が、いますかという、その割合なんですけども。完全失業率っていうのは、この、大体三パーセントをね、あの、という数字を知っといていただきたいんですけど。三パーセントを下回るとですね、完全雇用というふうに言われるんですね。失業率を、が、三パーセントを下回ると、その。 経済では完全に雇用が実現していると働きたい人が完全に仕事に就けてる状況これが3%を下回ってる水準なんですね0%にならないんですよ。 完全失業率は0になりませんこれ、ね、でなんでかっていうとあの選んんででいるる人もいるんですよ仕事はあるんだけども、ね、どうぞ働いてくださいと仕事はあるんだけどいやその仕事だったらちょっともう少し仕事を探しますと、ね、選んでるっていう人がどうしても世の中にはいますんで、まあ、したがって、えー、失業率が0%になることはないんですね。ですから まあ大体3%を切るとですね、完全雇用というふうに言いましてその時給で働きたいその賃金で働きたいそういった人がみんな働けてるこれが3%を下回っている水準で完全雇用というふうに言われるんですね。いいですか。で えー、完全失業率の評価なんですけど、これは、えー、安倍総理大臣が誕生した月は4.3%だったんですよ、でそれがですね今、2.7%ですよ、これ、24年ぶりの低さですよ、非常に低い数字ですよ、もう3%下回ってますから、完全雇用ですよ、だから完全雇用が実現したということで、これなんかも、ね、評価に値するかなと、GDP を高め、そして失業者を減らしているということで、これは、ね、非常に、えー、素晴らしい仕事をしているのかなというふうに思いますね。 やっぱり失業率が下がるということはですねそれだけですね仕事を得ている人が多いということでやっぱり失業者が、ね、増えると失業率が高いとですねやっぱり自殺する方もどうしても増えてくるんですよね。ですからやっぱり失業率を下げるという政策これはですねやっぱりとても大切でやっぱり完全雇用、ね。 やっぱり完全雇用を実現するというのはやっぱり政府の、ね、とても大切な仕事の一つなんですけども、まあ、そこを、まあ、実際の4.3%という失業率がです、ね、完全雇用は3%を下回った水準ですその3%よりもだいぶ高い4.3%からスタートしてです、ね、今は立派にです、ね、3%を下回る状況つまり完全雇用を実現しているということで、まあ、安倍総理大臣というのはそういった意味ではです、ねまあ、ここのところは評価もっとされてもいいのかなというふうふに思いますね、まあ、ただね。 こういつ込みになるんですよ。あの非正規の人が多いじゃないかと。確かにね、4割はいるんですよね。非正規の方がね、えー、非正規の方が4割はいらっしゃるということで、そこはねちょっとね、うん、問題点の一つですよね。でもそこはねやっぱり労働市場の改革が遅れてるっていうのがあるんですよ。やっぱり日本という企業は一度正規雇用で雇ったらクビになかなかできないんですよね。 そいつがですね例えば毎日遅刻をしてくると、ね、毎日例えばね9時出社なのに毎日なんか10時ぐらいに来ると、ね、それもクビできませんから、えー、労働者を守るための労働法が非常にあの、えー、労働者を守ってくれる法律でね、えー、そんなねしょっちゅう遅刻をしてきてもですね、えー、すぐにはクビにできるようなねそういった法律ではありませんから労働法がねだからもう少しね日本の労働法労働市場の改革というのもねやっぱりやるべきなんじゃないのかなと、えー、一方でね非正規の方だけどちゃんと時間通りに来て 仕事も素晴らしい方だっていっぱいいらっしゃるのも事実なんですよ。だからそういった意味で逆の意味で格差社会これが生じてるんですよね。えー、既存のその労働者、まあつまり正社員をすごく守る法律なんですよ。 逆に非正規の方をねあんまりこう守らない法律になってですね非正規の方の方がね仕事ができる、ね、時間も守るそれなのに給料が安かったりするそういったこともありえますし、えー、非正規の方の方が首切られるリスクも高いとだけども仕事をちゃんとやってる場合もあるんですよねだからそれはもう労働法というね、えー、その、まあうん、労働制度ですよねそこがもうちょっとね もうううちちょっっっっと古臭くななゃててるのかかいうふうに思うんですよねだから労働法を改革するっていうと首切り法案かっていうことで、まあ、いろんな政党から批判を浴びるとは思うんですけども一方でね一方で非正義の方で真面目にやってる方だってもちろんいらっしゃるわけですからそういった方々を守る法律にやっぱりあの今状況が変わってきてますからね状況が変わってきてますからやっぱりねそういうふうなあやっぱりうん制度のチェンジっていうことも必要なのかなとだか労働市場改革っていうのはねやっぱり日本はなかなか遅れてるかなと。だからその労働 市場だから成長戦略の踏み込み不足というのはやっぱりその例えば労働市場改革が遅れてるっていうことでしょうねだから非正規の方が40%いるってまあもちろん選んでる方もいらっしゃいますよ、ね、自分は嫌だと、ね、正規になるのは嫌だと非正規でいいとい選んでいらっしゃる方もいらっしゃいますけどで、まあ、それにしてもちょっと高いかなというのはやっぱり労働市場の改革の遅れなのかなともっと言えば成長戦略が踏み込み不足だっていうことなのかなというふうに思いますね。 まあ、うんただね、総じて私は、ね、これね、えーまあ、非正規の方が40%もいるということなんですけど私はやっぱり A をつけております、これね。なんで A をつけたのかというとやっぱりですね、非正規の方が多かったとしてもです、ね、やっぱり失業してたらです、ね、お金が入ってきませんよ。ね だけども、えー、非正規であったとしてもですね仕事があればですねそれはもう食いつなぐことももちろんできるわけですから、まあ、従いましてね私はやっぱりねあの雇用を作り出してるというねそういった事実ここがやっぱり大切であってであとはやっぱり労働市場改革ですよね。 ですから、ま、私は、ねそのうん、金融政策、財政政策に関してはまあいいかなと思っている一方でですねやっぱり成長戦略、これから話していきますけどそこのところが踏み込み不足かなというふうふに思っているんですよね特に労働市場ですよ、ね、非正規の方が多いだとかやっぱりねななかなかこう、えー、今の労働者を大切にしすぎていると正社員を大切にしすぎているというねそういったところがねやっっぱちょっと、うん、どうかなというところがあるんですよね。 昔は良かったんですよそれで昔はそういうスタイルですからねそれは良かったかもしれませんけど今はだんだんこうね非正規の方が増えてきてるってことですからやっぱりこう時代に合わせたそういった制度にどん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 こうね変えていかなければいけないんですけどなかなかですねそこが変わってっていないのかなというふうに思いますね。 えー、では、ですね今度、えー、次なんですけども賃金の評価なんですね、賃金の評価なんですけどもこちらはです、ね、私、B 評価にさせていただきましたね。というのは、まあ、29.8万円だったんですね、賃金がですね2012年ですよ。で、2016年は30.4万円ということで4000円上がっているわけなんですけども。 えー、非常に上がってる額が少ないということで私は B 評価というふうにさせていただきました、えー、これだけ人手不足なんですよこれだけ人手不足なのにたった4000円ですたったごめんなさいねたった6000円ですかと29.8万円が、えー、30.4万円ですからたった6000円ということですけどごめんなさい、えー、たった6000円しか上がってないんですよこれはちょっとびっくりですよね 失業率2.7%ということですからもう24年ぶりの低さで人が足りない人手不足の状況なのに賃金がなかなか上がっていかないということでだからこれもねやっぱり労働市場のの改革の遅れなんですよね、えー、やっぱりこう、まあ、年功序列型の賃金体系ということで,でなかなか賃金をカットすることができないということでありますから、えー、でまあ,あのそういうのも結構効いてるのかなというふうに思いますよねだから企業といたしましまてはね。 やっぱりあの正社員として雇ってですねそして、うん、どん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 正社員の人に給料を上げていってもいいんですけどもやっぱりなかなかですね給料を下げるだとかそういったことはなかなかするのが難しいということですから、えー、給料が上がっていかないということとやっぱり企業の方といたしましてもね将来の不安があるんですよね。えー、将来少子高齢化ででであるるるとととと日本経済ね、えーうん、今後もも成長できのかここういいい賃賃金金を上げげてけど下は 日本の、ね、そういった状況を考えると賃金下げるのはなかなか難しいから賃金を上げ渋ってるということでなかなか上がっていかないというのがあるんですよね。でここがやっぱりねポイントでありましてね賃金が上がっていかないというのが日本経済の非常に弱いところなんです。ここがとっても大切なところなんですね。ここが上がっていかないとですねなかなか消費が増えていかないとあの消費っていうのはだいたい6割なんですよ。 GDP の中の中割が消費で賄われてるんですよねですから消費が増えていかないと GDP がなかなか増えていかないとじゃあ消費,の消費って何が増えれば増えていくんですかってやっぱり賃金なんですよね我々の賃金が上がっていけば消費が増えていくとだけど賃金がなかなか上がらない、えー、労働市場では労働者が足りないような人手不足なのに上がっていけないそれは企業がなかなかですね将来に対して不安を抱いてるから賃金を上げられないっていうねそういったことなんですよね。 ですから、ここが上がっていかないといけないのかなと。だからね。今ね戦後で言うとね。2番目のね景気の長さなんですよ。 1>, あの1位はね2002年から始まった「イザナミ景気」っていうのがあったんですけどあれなんかもね実感なき景気回復っていうふうに言われたんですけど今はそのね1位が「イザナミ景気」2002年から始まりましたもう実感なき景気回復ですよあれもね。で、えー、今の景気回復がもうその次に長いということなんですけど、えー、ついこの間ね「イザナギ景気」っていう、まあ、1965年から始まったね高度経済第二次高度経済成長期の景気、えー、が「イザナギ景気」っていうのがあったんですけどついこの間抜いたんですよねその「イザナギ景気」をね。で 後2番目の,、えー、その景気のなな長い景気の今真っ只中にあるんですけども実感なきやっぱり今回も好景気ですよね。でその実感がない一つの大きな理由が今お話したこの賃金なんですよ賃金がたった6,000円しか上がってないと、ね。だから企業の経常利益なんかさっき見ましたけどものすごい上がってますよね。 だけども、それがなかなか反映されてこないと我々の給料にはなかなか反映されてこないということで、まあ実感なき景気回復というふうに言われたりしますよね。だからここが上がっていかないと消費が増えていかないということですね。だからここを上げていくために、まあ例えば今安倍総理大臣もですね、まあ経団連なんかにもすごくこうあの言ってですね、えー、賃上げ賃上げっていうふうに言ってるわけですよね。で、日本銀行総裁が本来そういったことまで口を出すべきかどうかわかりませんけど、日銀総裁もやっぱりね、黒田さんなんか。も そういうい賃上げについても話したりもするということでやっぱり、ね、ここが上がっていかないと、ね、なかなか日本経済良くなっていかないとだけどここが上がるためにはですね企業のです、ね、マインドが明るくならないといけないんですよね将来不安を抱いてるんですよ企業もいやーちょっと日本経済厳しいんじゃないのとだったら賃金上げてる場合じゃないよねとちょっと溜め込んだくないと何かあった時、えー、リスクをカバーできないよねってことでなかなか賃上げに渋ってるとそういった状況があるんですよね。 でではですね消費者物価指数の評価ということなんですけどもこれは要はイン,フレをインフレかどうかという指標であるんですけどもこの消費者物価指数ですねこれ去年に2012年の12月なんかはマイナス0.2ですよだから去年よりも値段が安くなっているとマイナスですからねそれが2012年の2月まさにデフレだったんですよね。一方で えー、ついこの間出たんですけども0.9です2017年の11月ついこの間総務省が出しましたけど0.9なんですよねですからまあ1%に近いということで日本銀行はねこれをね今ターゲットにしてるんですよ2%目標にしておりますでこれはちなみにあ,のあれです生鮮食品を除いております生鮮食品っていうのは非常にブレるんですよ値段が天候によってねですから天候によって値段がブレる生鮮食品なんかを除いてるその物価水準ということでこれコア CPI っていうふうに言ったりするんですけどね消費や物価指数のこと CPI っていうふうに言うんですけども I え要は生鮮食品費費を除く消費者物価指数というのはコア c p i というふうに言うんですけどそのコア c p i をですねターゲットに日本銀行はしてて2%目標で金融政策をしているということなんですけども2%には届かない0.9%という状況なんですねですからまあ私はね上げてきてるんですけどやっぱり C 評価です厳しいです今回ね上げてきております上げてきてるんですけど C 評価なぜならば日本銀行は2%の目標をしてるから。 2の目標をししててでしかも5年経ってます5年経ってるけど2一回も実現してないということで、えー、ここはちょっとねやっぱり厳しいところかなと厳しくちょっとね採点させていただきましたけどね。 ですからね、あのーまあ、例えば希望の党の前原さんだとか、あるいは立憲民主党のですね枝野さんなんかは、もう2%つらいんだから、現実的に無理だと、1%目標でやるよっていうふうに言い出してるんですよ、前原さんとか枝野さんはね。でも私ははっきり言って、それはやっぱりやめ,てやめるべきだと思ってます、やっぱりあの2%目標っていかないとだめです、これは。 でなぜ私がそこまで強く語るのかというとあのどの国も国も際的には2なんですよアメリカもバーナンキさんがインフレターゲットを始めてですねやっぱ2%目標 ECB なんかも2%で動いてますよ世界的には2%もう国際的には2%がもうグローバルスタンダードなんですよね。で確かにお国の事情っていうのはありますけどどの国も2%で動いているとそれがまず1点とで2%を目標にしてねやっぱり、えー、やらないとですね2%を目標にしてたとしてもですね 0.9%しか実現してませんよこれ1%を目標にしてたらね もっと多分数字低くなる可能性ありますよねだからその目標が低いとですね目標が低いと達成する度合いだとやっぱりどうしても低くなるじゃないですかだから目標をやっぱり 2, 2ぐらいにしておかないとですね2に近いところに行きませんよね。えー、目標1だったらですね今回2を目標にして0.9ですよね、1目標にしてたら0.2ぐらいかもしれませんよですからやっぱりこう2%目標これが必要ですよねで、やっぱりね実際に実現するインフレ率が低いとですね何が起こるのかって,って円高になっちゃうんですよこれ購買力平均 仮説っていう理論がありましたね。えー、まあ要はインフレ率の低い国っていうのは通貨が買われるんですね。インフレ率が高い国っていうのは通貨があんまり欲しくないということであんまり買われないんですよ。これどういうことかというと。 ね、インフレ率が例えば10%の通貨って買いたくないじゃないですか、ね、インフレ率が10%物の値段が10%と上がってるってことですよそんな国の通貨を買ったらですね、えー、後で買い戻して自分の国の通貨に変えるときに目減りしてるってことなんですよインフレ率の通貨を買っちゃうとね逆にインフレ率が低い通貨っていうのはそれほどですね目減りせずに自分の通貨に戻せるということですからインフレ率が低い国の通貨っていうのはどっちかっていうと選ばれやすいんですよね。 で選ばれるつまり円が買われる、まあ、日本がインフレ率が非常に低いですから日本の通貨が買われるそういった圧力がかかるということですから円高圧力になってるんですよインフレ率が低いとねですから国際的には2%でしょで2%目標にしてても2%なかなか実現できませんけど仮に2%実現して日本が目標1%で仮に1%実現したとしますよそしたら2%で1%だったらじゃあどっちにしようかなパーうと1%のインフレ率の通貨が買われちゃうんですよ。 でですすかかから円高圧力がかかっちゃうってことこなんですよだから日本もやっぱり2%目標にして2%の水準をやっぱり実現していかないとそれに近いところを実現していかないと円が買われて円高になっちゃうっていうねそういった状況に陥ってしまうんですよね。ですから私はやっぱり2%目標と。ですから ECB もねそれから、まあ、FRB も。 2%じゃなくて1%にしようっつったら1%でいいですよ。彼らが2%って言ってて日本も1%日本は1%だっつったらもうこれはもうまた円高にね円高圧力がかかっていきますから、なら私はやっぱり2%目標がいいのかなというふうに思っておりますけどね。ではえー、っとですね。 えー、次ですね政府債務の評価というこれはひどいんですけども、えー、932兆円だったのが増えてきておりまして1,108兆円ということでこれはもう GDP が約500兆円ということですから2倍以上2倍ということですよね。えーまあ、あ約 GDP500 兆だとすると2倍の政府債務があるということですね。 ですから財政再建がちっとも進んでないと、まあ、あれだけ予算を増やしてますからね。六年連続予算が増えてるってことですから。まあ、税収も増えてますけど、まあ、ね、やっぱりこれだけちょっとね、うん、借金も増えてるんだということですよね。財政再建は絶対必要だということですね。ただね、皆さんね。これ借金です。ね、借金一千百八兆円です。こんな借金あるのかということなんですけど。ただね、舐めちゃいけません。政府はね、資産持ってるんですよ。 でその資産がだいたい600兆とか700兆資産がありますからね例えば米国債だけで100兆以上持ってますよね。だから米国債すぐ売ることできませんよね、米国債100兆以上今持ってますけどそれ売っちゃったらですねアメリカに怒られちゃいますからお前何勝手に売ってんだとね。米国債の値段下がっちゃったじゃねえかお前が売るからってことでアメリカにコテンパに、ね、怒られますからすぐには売れませんけどだけど立派な資産ですよ米国債だってでそれだけでも100兆ありますよ ですからすぐ売れないものももちろん持ってますけど資産が600兆700兆っていうのがあるんですよねだから純債務でいうと5600兆なんですよですからそこのところ忘れちゃいけないんですよね結構だからマスメディアなんか見ておりますとですね借金借金とだけど資産がゼロだったらその、ね、借金この数字だけでいいですけど資産持ってますからね日本はね、えー、結構株だって持ってるじゃないですかゆうちょ銀行だとかそういうのもまだ持ってますしいろいろ持ってるわけなんですよ、ね ですからもうその資産を持ってるというのを忘れちゃいけないのに借金のことばっかり言うっていうのはやっぱり私はねあの誤った考えを導き出してるんじゃないのかなとだから消費税増税の議論の時なんかはね日本はこんなに借金がありますから。 皆さん5%から8%これ認めてくださいねっていうねそういった議論の持っていき方してるんですよですからこれだけ借金があるのかと、ね、みんなびっくりしてじゃあ8%分かりましたというふうに、ね、そういうが多分財務省のねストーリーだったのかもしれませんけどもだけどやっぱりその時にやっぱりね あのやっぱり私,私は言ってたんですよ講義なんかではね資産もありますよと、ね、資産もあって、ね、こんだけ借金があって純額の債務で言うとやっぱり債務超過は間違いないんですけど債務超過の額で言うと国際的にもねそんなにねまあ確かにひどいですよ確かにひどいですけどもそんなにひどくもないんですよ債務超過の額ね。 ですから、まあそこのところはね、もう少ししっかりと認識してですね、やっぱりあのー、意思決定をするべきなのに、この不採サイドね、資産と不採があって、その差額が純資産なわけなんですけども、不採サイドだけでね、なんかちょっとね、ね不採サイドの議論にちょっとね傾いてるのかなっていうのが私が懸念しているところですね。まあただね、ただこれは放置できません。やっぱりね、これはほ、放置していいっていうことは言ってないです。 放置しろということは決して言ってないんですけども負債だけで見,見てる議論っていうのがあまりにも多す,多すぎるということに対して私は懸念しているということですね。でまあこれはちょっとひどいということで C 評価ということなんですが。 えー、それから新生児数の評価ということでこれもね103.7万, 103. 万人の新生児2012年それが100万切っちゃってるということで、まあ、これもねやっぱりね成長戦略の踏み込み不足なのかなとやっぱりこの子どもの数が減ってるということは非常にこれねやっぱりこう子供を産んでも。 えー、大丈夫な世の中にしていくっていうこの成長戦略の踏み込み不足っていうのがこれ結果として現れてるのかなというふうに思うんですよね、えー、だからそこのところはねもう少し成長戦略を加速させないとですね今後もですねこの少子高齢化が進んでいきますからですからまあ安倍総理大臣もね今そこのところは死後に考えられてることなんでしょうけども100万切ったという事態を重く受け止めてですね成長戦略にこう成長戦略をこう加速していただければなというふうに思いますけどね。 です,ですからこれは市業化とで今のところをなんとかしないとですねこの生産年齢人口がどん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 ん減ってくるということで、まあ、8018万人いた生産年齢人口が2016年度には7656万人ということでこう働く人が減るということはですね生産力が落ちるということにほかなりませんからねここをやっぱ高めていくと場合によっては外国人の労働者ということも必要になるのかもしれませんけど、えー、ここをやっぱ高めていくというそれにはやっぱり新生児数を増やしていかないければいけない。 そ,それはやっぱり託児所だ何だっていうとね保育園だというのそういうのも増やしていかなければいけませんしやっぱ成長戦略ですよね将来子どもを産んだとしてもですねやっぱりこういい世の中に、えー、きっとなってますよってうそういった成長戦略、ねえーまあ、そういったところをね示していく必要があるのかなというふうに思いますけどね。 でそれからですね、えー、っと潜在成長率の評価ということで、えー、潜在成長率というのはこれ何かなというと要はその潜在的にですねどれだけ成長することができるかなというのをそれを割合にしたものが潜在成長率というふうに言うんですね。 で潜在成長率まあだから潜在成長率が今0.8だったのが1%になったということでたった0.2しか増えてないわけなんですけど要はね GDP でいうと1%あの成長することが潜在的にはありますよっていうのが潜在成長率が1%っていうことですね。 潜在的には1成長すする力がありますよとこれが潜在成長率1%ということなんですけどこれはやっぱ低いですはっきり言って、えー、バブルの頃は3%から4%あったんですよまあそこまでは目指すことはできません今の状況を考えるとね、えー、4%を目指しますこれは無理ですよそれはねそれはもうしょうがない無理なんですけどただねやっぱりね1はちょっと低いかなともうこれ OECD の水準で見てもこれ低いですよアメリカだったら 2%3% 今目指しておりますだから、まあ、アメリカ並みにしろ、まあ、というのは難しいのかもありますよ 1.5だとか1.8だとか2に近づけるこの努力は必要かなということで安倍総理大臣はもう5年目なんですよ。ね、ご,ごめんなさい6年目に入ってるってことですか5年経ちましたからね。えー、ですからアベノミックスが、あのー、5周年ということですからそのおこれだけ。 えー、このアベノミクスをやってるにもかかわらず成長アベノミクスの一つのつ成長戦略がうまくあの機能してないなとこですよね、まあ、要はあ潜在成長率がたった0.2しか上乗せされてないってことは成長戦略の踏み込み不足の大きな証拠の一つこれが私の潜在成長率が1%だっていうことだと思いますんでここを高めていかなければいけないと。 ここを高めていかないとダメですよ。で、ここが逆に高まればですね、賃金も上がっていきます。ね、潜在成長率が上がってくれば世界でもやれるなと、だったら賃金を増やしてこうかなというふうになるんですよ、企業もね。だから潜在成長率を高めるようなやっぱり成長戦略をバン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 打っていかないとですね、どうしても経済は良くなりませんよ。 でそれは岩盤規制っていう、まあ、今まで、ね、張り巡らした規制が岩盤のように固くなってますからそれを叩き割るとそういった、ね、強い覚悟、えー、これをやっぱり示していかなければいけないわけでそこをやったらですねもう憲法改正っていうのが見えてきますよ安倍さんねきっとね安倍総理大臣憲法改正が見えてきますと思,思いますんでですからこの岩盤規制を叩き割るとそこを、まあ、しっかりと。 実現できればですね、潜在成長率が高まり、えー、そして経済も良くなり、憲法改正っていうね、えー、そういった道になるのかなというふうに思いますね、えー。ですからここは C 評価ということでありまして、ですからね、まあ C もいっぱいつけましたけど、ただ総じてね、総じて私は良かったかなというふうに思いますので、まあ,あ総合評価は私はまあ A で考えてるんですけどね。 じゃあ今後の日本経済ということでありましてもう金融緩和も限界に近いんですよ。金融緩和は限界に近い限界に近いというのは何かなというと今、マネタリーベーベスが500兆円です。日本銀行から放出されているお金が500兆円なんで GDP と約大体同額ですよ。これはちょっとね、さすがにここまで来ているのかなということでありますし、えー、まあ、そうですね、えー、もう非常にだんだんちょっと厳しいところまで来ているのかなというところですよね。 でまあこれもちょっと不安の材料の一つです。2018年4月にですね黒田総裁の任期が切れてしまいますんで、えー、続投するだろうというふうに思いますけどもこれがね日本銀行の総裁が違う方が来るとまたちょっとねどうかなっていうことなんですよね。ですからあの、えーののねえー、あのののの希望党ね えー、希望の党がこ,あのこの間の選挙で負けましたけども、えー、小池さんがもし勝ってたらですね小池さんがね日本銀行の総裁に黒田さんじゃない方をね指名する可能性があると、えー、それはねあのそれを避けることができただけでもよかったかなと安倍さんはおそらくね黒田総裁でいくかなというふうに思いますんで安倍さんが選ばれたということでおそ、まあ、らく黒田さんだということで、まあ、それは今回良かったことかなというふうに思うんですよ。やっぱり中央銀行の今のの今金融政策いいうのは非常にに難しい局面にあるんですよですすよから 余計なねことをねはっきりとしてほしくないんで、やっぱり今あの金融政策に関してはまああの他の方がやってたら。 ここままでうまくいかないのかななといいううふうに思いますよなので、まあ、黒田さん総裁はね失言等も少ないですからね本当に大変なんですよ今市場との対話っていうふうに言いましてマーケットと対話するその時にもう失言したらですねもう一気に円高とかになっちゃいますよ、えーまあ、あの金融市場といいうのは非常に、えー、反応が早いですからねですからこう失言があったら非常に困るとしかもマーケットはもう24時間どっか空いてますからねニューヨークが空いてる中国が空いてるあるいはロンドンが空いてるということでどっかしら空いてるとあれ失言したらですねもう一気に波及 するわけで,すよですからその金中央銀行の総裁っていうのは本当にもう気が休まる時がなかなかないのかなと5年の任期っていうのは結構ね長いですし、えー、もう本当に24時間ね本当にもう、うん、監視されてるようなもんですから大変なもう本当に、えー、仕事だというふうに思いますけども、まあ、その黒田総裁ねおそらく続投かなというふうに思いますけど、まあ、ひょっとしてねひょ、えー、違う方々になってくると怖いかなとであともう一つちょっと懸念材料なんですけども。 あの方今73歳なんですよですから5年さらに勤めますと78とかねそれぐらいになっちゃうんですよね最後の方はねですから78歳80歳近い方がですね、えー、その24時間マーケット空いてますからねどっかしらね、えー、その金融市場に立ち向かうことができるのかなっていうのがちょっとね、えー、心配なところですよね。 ですからもう金融緩和、の1本目の矢、これはもうかなり限界のところまで来ております。それから2つ目です、財政出動、これ、限界に近いと、これはですね、今、日本のその借金ね、1センチを超えてますからね、GDP の2倍ですからね、これ以上ね、やっぱ財政で引っ張っていくっていうのも厳しいところかなというふうに思いますね、むしろ財政再建っていうのを、もう少し加速していかなければいけないのかなというふうに思いますんで、財政出動で景気を押し上げるっていうのも、もう厳しいところまでちょっと来てるのかなということですね。 ですから、やっぱりここですよね、成長戦略によって潜在成長率を高めて、そして日本経済を良くすると、このシナリオなんですよね。ですからね、本来であればね、金融をやり、財政をやり、そして成長戦略をやって、金融と財政で時間を稼ぎながら、成長戦略をうまくやることによって、成長戦略をあごめんなさい潜在成長率を本来であれば高めるところだったんですよ。 この5年間で、2012年年からのこのこ間ででですすね、それをやるべきだったんですよ。金融と財政で時間を稼ぎつつ、あの成長戦略によって潜在成長率を高めて、ですね、そして日本経済を良くするというね、そこをやりたかったんですけど、なかなか成長戦略に関しては、ですね、まあちょっと難しかったのかなと、うまくいかなかったのかなということで、もうそこに私は期待しているということですね。 でまあ、期待される成長戦略ということで具体的にはなんですけども成長戦略に期待と、えー、生産性革命集中投資機関というふうに題しましてですね安倍総理大臣は今,からや今やってるわけなんですけどもやっぱりこの、ね、踏み込み不足っていうのがあったのかなとその一つの表れとして潜在成長率が1%という、ねえー、ことなんですね。 でえーまあ、この成長戦略で、まあ、今言ってるのが社員教育を拡充した企業へ法人税を安くしようというね法人税減税ですよねあるいは AI ロボットこういうのをどん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 導入を、ね、促進していって生産性を高めていこうとそれによって潜在成長率を高め、えー、GDP を上げていこうということでしょうね、えーまあ、潜在成長率の押し上げを期待してるとで日本現在の、えー、注目の今後のイベントなんですけどねやっぱり先ほども申し上げましたあ 2018年のね日本銀行の次期総裁っていうのはねまだ決まっておりません、えっと、1月ですね2017年の1月に通常国会上会が開始されますからそこでね安倍総理大臣が日本銀行の総裁の指名をしてきますで指名してきて国会がそれを承認するという形になりますけどもまあそらくね安倍あの黒田さんかなというふうに思いますけどここで、ね、もしね違う方が出てくるようなことであれば一気にそのあのどういう方か分かりませんけども もしそういう方が出てきたのであれば円高株安日本経済が逆回転するリスクが非常に高まるということですからそこのところは注目大注目点かなというふうに思いますね。 でそれから消費税増税が2019年の秋10月1日というふうに予定されておりますけどこれがどうなるのかなと消費税増税はもう日本経済に悪影響を間違いなく及,及ぼしますからね消費が減りますんで、えー、これどういう状況で消費税増税かなと景気がいい時だったりですけどちょっと下向いている時に消費税増税するんだったらこれは消費が減ってですね経済が,にが悪くなりますんでね。 で東京オリンピックということでオリンピックの直前オリンピックの時はですねものすごく景気よくなるでしょうおそらくね。 おそらく景気は良くなりますからあ、まあ、私はそうです、ね、日経平均3万円ぐらいいってんじゃないのかなとオリンピックの時はねもちろん北朝鮮がミサイル撃ったりだとかですね中国経済がこけちゃったとか、ね、アメリカ経済がなんかこう調子悪いとかそういうのがなければということなんですけども、えー、変なことがなければですねおそ、まあ、らく、ね、東京オリンピック、えー、はもうこれは盛り上がるでしょうから3万円ぐらい、ね、日経平均株価がいく,のか、うん、いくのかなというふうに思いますけどね。 えー、そんな感じですね。えーまあ、私の方から、ねえー、アベノミクス再検討ということでちょっと、ね、僭越ながらさせていただきましたけど、まあ、日本経済は結構いいところまで来ていると、ただ潜在成長率が1%ということで低いと、ここを上げていく。そこしか残された道はないかなということですよね。金融も財政もかなり限界まで来ておりますから、やっぱり成,成,、えー、成長戦略、ここはしっかりと。 打ち出してってですね日本経済を盛り上げていくとそういったことが必要なのかなというふうに思っておりますそれではですね本日の講義ですね以上とさせていただきますどうも皆さんお疲れ様でした